一般財団法人高順者は、日本の一般財団法人、福沢諭吉を中心に設立された日本最初の社交クラブである。1880年に、福沢諭吉が提唱し、結成された日本最初の実業家社交クラブである。名称は、知識を交換し政務を始順するに由来する。慶応義塾の同窓会メンバーを中心として、社則を総案し、 林金兵衛が構想に関わり、宇都宮三郎からレンガ家屋を譲り受け、同年1月25日に、清少寺で工巡社の発会式が行われ、24名が常議員となった。慶応義塾出身者が中心であるが、一般の加入者もあった。1912年に財団法人化されており、正式名称は財団法人工巡社。入社には、 社員2名の推薦を必要とし、入社審査を通過する必要がある。後法人制度改革により、一般財団法人に改組自由民権運動が盛り上がった、明治時代、憲法制定が課題になると、憲法案を発表した。また、第3次、桂太郎内閣に対抗する、五権運動の拠点になったことでも知られる。新四六。 日本新四録を発行していた。1889年から各年で高順者が編纂しており、各界で活躍する人物を紹介していた。明治期の発刊当初は高額の税者を掲載していた。古来より結びつきが深かった、住友銀行と三井銀行が広告を出向していた。また、天皇、皇后をはじめ秋篠宮家、日立宮や 三笠の宮家、友人親王家、京急や高窓の宮家など、後続も収録されている。また、本人の同意があれば、経歴だけでなく、経府、経類、現住所電話番号なども掲載された。2007年4月に刊行された第80版で、休刊した。日本新四六以外のもの。銀座六丁目に、クラブの本拠として、高順ビルディングを所有しており、 高巡者通りという地名にもなっている。関東大震災で被災した後、1929年に建てられた歴史的建造物であったが、2004年に建て替えられた。新しいビルは地上10階でバーニーズニューヨークなどがテナントに入っている。ファサード保存によって以前の建築の一部が保存されている。ありがとうございます。